楽しそうにはしゃいじゃって酸っぱいね。俺人が多いからちゃんと手をつなぐこと、はぐれたら許さないから。人生は過去との対話なのかもしれないと思うのは自分だけでしょうか。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。今回お送りするのはメインストーリーのシーズン0、積載編です。警視庁捜査一課に服部藩が結成されたばかりの頃の話で、七死事件に向き合っていくところからです。尊敬していた元上司の井田正義が親友の日比谷勇紀を殺害した実行犯とされていて、依然逃走中といった頃の話ね。それではご覧ください。どうぞ。命を粗末にするな。違う。こっちの身にもなれ。違う。本当にかけるべき言葉はありきたりじゃダメだってこと？よう。肺が。お。言われたそばから加えていたタバコの先の肺が落ちて崩れる。落ちたぞ。暮れなずむ空、何もない屋上。俺の隣、けれど手は届かない距離で。正義さんはいつものようにタバコを吸っていた。はあ。そういうことは落ちる前に言ってもらえませんか？言ったよ。お前が気づかなかっただけで。また悩み事か？大変だな、管理職は。まあ向いてないもんで。大丈夫、少なくとも俺よりは向いてる。まあ逃走しちゃいましたからね、部下を置いて。は、嫌味ですか？考えてるのは夏希のことか？正義さんだったらどうしますか？俺なら？いや、いいです。言ってしまってから我ながらバカバカしいと思う。その思いを映したように正義さんが小さく笑った。これはお前の夢だから、俺は陽が今欲しいと思っている言葉をかけられる。でもそれは本物の井田正義の言葉じゃない。そういう不毛なのはごめんだと言ったのはお前だけど、今日はいいのか？まあ、明晰夢みたいな感じなんですね。自分で夢だと気づいた上で見ている光景ということね。まったく。いらないですって意味です。わかってるでしょ？そうか。バカバカしいな。そう思いながらこうしてもういない人の夢を見る。見たくもないのに繰り返し。俺ならどうするかは答えられないが、俺がどうしていたかは知ってるんじゃないか。まあ憧れの上司像をなんだろうね、反映していくっていうのはこういう組織の中にいるとあるあるかもしれないけどね。うん？はい。まあ影響を受けちゃうよね。言うから聞いたことがあるだろ。お、夢の中でさらに回想シーン。正義さんの吐いたタバコの煙で視界が曇る。その向こうに懐かしい風景が見えてくる。これは実際に起こったことなんかな。本当に二人は守るってことに自分を含めないよね。え？珍しく酔って先に寝入った正義さんの皿を片付けながら優さんが言う。どうしてそんな話になったのかもう覚えていない。別に死にたいわけでもないので余裕があれば守りますよ。優先順位があるってだけです。刑事が自分を一番に考えてたら仕事にならない。はは、マサも似たようなこと言っていたな。でもだからマサは仕事をする上で一番は市民の安全と平和、二番に仲間を置くチームを作りたいんだって。二番に仲間を置く。陽さんのシルエットが髪の毛短くなりましたね。
となると、これは夢の中の空想ではなく、実際に起こったことの回想なんでしょうね。どうしてもこの仕事は、自分の優先順位が低くなる。まっすぐな思いで、やっていればいるほど、そうなる。今、自分の周りにいる刑事は、みんなそうだから、危なっかしいって。用も含めてだと思うよ。でも、全員が2番目に仲間を置くチームにすれば、いくら自分をないがしろにする人間が集まっても大丈夫。守り合えるって。やれやれ。自分をないがしろにする筆頭みたいな人が言うと説得力がありますね。井田さんのことね。それ、俺も言った。マサの正義はマサを犠牲にして成り立ってるところがあって。それはさっき言ってた自分の名前を背負って生きていくっていう言い方にも現れてると思うんだけど、正義、正義ってことですよね。はい。だから、ヨウたちは仲間としてマサを2番目に置いてやってほしいんだよね。手のかかる先輩で悪いけど。マサが大事にしないマサを大事にしてやって。本人は自分を大事にしないからね。ま、俺の手に負える人じゃないんで、個人的には約束できませんけど。正義さんがわざわざ作ろうとしなくても、元からそういうチームだと思いますよ、うちは。そっか。だって、よかったな。まったく。さっきから起きてますよね。寝てるよ。あはは。そういうチームだった。うん、そのはずが、この後七七事件が起こるわけね。菅野藩も、まあ、ここで言う菅野藩というのは、菅野夏樹くんの育ての母、菅野美森さんの藩ということね。俺たちも、そうだと思ってましたよ。でも、俺は、優を殺したよ。なんでそんなつまんない嘘つくんですか？すべての人を救うだとか、この国に平和な未来をだとか、正義さんの掲げるものはそんなご立派なもんじゃなかった。手の届く範囲にいる大事な人間を守りたいだけ。ただそれだけの信念は何より固く強かった。あんたがあの人を殺せるわけがないでしょう。まあそう踏んでいたんだよね。わかってるんですよ。正義さんがユウさんを殺すなんてありえない。まあね、日比谷さんの、ユウキさんのために動いたことなんですけど、まあこの辺はメインストーリーのシーズン4あたりを見た方がいいでしょう。だからこの嘘の目的はきっと、俺の信じる井田正義をここで殺すこと。もういないと示すこと。まあ、彼の自由にさせてあげるってことね。わかってる。マサが大事にしないマサを大事にしてやって。うん、その実行犯とされた人物というふうにするとね、まあ、その殺された人物が言ってるわけだもんね、これはね。自分を大事にしない、大事にされることも望んでない。そういう仲間を守るにはどうすればいいのか。その答えがずっと今もわからない。まあ、夏希くんが実際無茶をしてしまっているっていうところでね。仮眠から目を覚ますと、つけていたはずの真上の蛍光灯が消えていて、代わりに別の場所が点灯していた。在籍の気配があるデスクは一つ。あそこは？ありゃ。やっぱり。資料を抱えて課へ戻ってきたのは、案の定、創生だった。創生？何してるの？その、書類作成とか、ちょっとしたこと、いろいろと。ねえ。わざわざ戻ってきて残業しなきゃいけないほど急ぎの仕事？いや、じゃあ俺に
何か用？あの、陽さんに言いたいことがあって。今、いいですか？はい。どうぞ。いいですか？と言いながら、ためらうように創生はしばらく黙って。やがて、意を消したようにこっちへ歩いてきた。さっきの病室での話なんですけど。何？俺は。無駄じゃないと思います。夏樹くんにかけた言葉ね。ん？今はあいつ、陽さんの言うこと全然受け取れてないし、分かってないと思います。でも、夏樹なりに受け止めようとはしてて。同じこと繰り返してるだけに見えてるけど。あいつ、絆創膏持ち歩くようになりました。だからなんだって、そんなことだけじゃ意味ないって、俺も思ってます。思ってますけど。陽さん。だけど、お願いします。もう少し、見ててやってください。つまり。それは、言うこと聞かないからって、服部藩や一家から、放り出すなってこと？はい。でも、創生が夏樹と組むのは嫌だって、司にこぼした件は聞いてる。直接言われてないけど、俺もそうだろうなぁと思って見てる。まあ、警視庁の一匹狼と言われた荒木田さんですからね。まあ、誰かと組むこと自体も嫌がっていたのにってところでしょうね。はい。それじゃあ、今、創生が言ったことを俺が受け入れるとして、引き続き、創生のこと、夏樹と組ませるけど、承知の上、うん、これは例え話としてね。自分は面倒を見切れません。でも、夏樹が放り出されるところは見たくありません。そういう話なら、聞き方が変わる。俺は、夏樹が怖いです。目的のためなら死ぬことを怖がらない。あいつが怖い。だから、陽さんが言ってたことはよくわかります。いつか夏樹が自分を守ったせいで死ぬんじゃないか。間接的に殺すことになるんじゃないかって。俺もそれが怖いです。どっか俺に関係ないところで勝手にやってくれって思いますけど。でも、今ここで放り出したら、あいつは確実に死にます。見殺しにするのと同じだから。できません。まあ、優しい人ですよね。どこまでも正直で、まっすぐなその答えは、実に創生らしいもので。何一つ予想外ではなかったのに。不思議なほど目の覚めるような気分がした。もう嫌だし、関わりたくない。それでも、か。そう。途中で投げ出さないってことね。いえ。何か、できることがあったんじゃないかって。後悔する方が嫌なだけです。まあ、前回ね、後悔と反省は別物っていう話題になった後ですから、響きますね。そうか。俺が少しでも何かしてれば、あの人たちは助かったかもしれないって。繰り返し考えてるだけより、何かした方がマシだと思ったんで。どうしてこの仕事を選んだのか。あの時の創生の答えも同じように正直でまっすぐだった。もう失いたくないから守りたいのは全員同じか。揃いも揃って不器用なこと。まあ、これは自分も含めてるんでしょうね。やれやれ。
結局は答えがわからないままもがくしかないわけだ。ん？今度も守れないかもしれない。今度こそ失うかもしれないと。恐れながらもがくしかない。一つも失わないように、一つでも守れるように。ヨウさん。いや、なんでもないよ。こっちの話。ま、井田さんのことでしょうね。怪訝そうにしている創生の横を通り抜けて、私物置き場と化しているチェストの引き出しを開ける。そこにはカップラーメンがきっちりと並んでいた。あの、それ司さんの。というか今食べるんですか？うん、食べ盛りなもんで。ソーセージはどれにする？いや、勝手に食べたらまずいんじゃ。うん、本当に食べられたくないやつはそっちの鍵付きの方にしまい込んでるから大丈夫。それじゃあ食べた分買い直しといて。適当に一つ手に取って創生のポケットに千円札をねじ込む。あ、いや、あの、陽さん、そうじゃなくて話は。ま、心配しなくても見捨てないから。え、夏樹のことも創生のことも司や他のメンバーも、もういいって自分から出てくまではうちの人間。ついてくるならちゃんと連れてくから。はい。おれ、ラーメン食べないならもうお帰り。お疲れさん。ヨウさん。うん？なーに？その、俺も一つもらうんで、それ一緒に湯入れてきます。じゃあ。そう？じゃあ、はい。ありがとうございます。ふん。それは、こっちのセリフ。また一つチームになってく感じがするね。ありがとうね、ソーセー。翌日、午後一に予定されていた真柴琴子の取り調べまであと30分というところで、夏樹はやってきた。お、車に轢かれた直後かつ無茶しちゃったからしばらく来なくていいって言われた後なんですけどね。来るんだね。どうも、おはようございます。おはようございます。まったく。元気があるのは結構ですが、その挨拶は何ですか？まあ、朝用の時間じゃないかなと思って。はあ。お疲れ様です。で、いいでしょ？マジです。昨日の今日で何事もなかったかのように出てくんのかよ。まあ、怒られた反省の様子っていうのがね、気になるところだけどね。マジで、こいつの体もメンタルも、どうなってんだ？創生さん、おはようございます。昨日は心配かけてすいませんでした。それから、怒ってくれてありがとうございます。あの、次に同じこと言われたときは、分かってますって言い返せるように、ちゃんと考えます。あのな。ざけんな。言われる前に、懲りろ。これは本当にそうだね。そりゃ、それが一番なんですけど、こればっかりはできない約束はしない方がいいかなって。裏切るよりはマシってこと？お前だから。ちゃんと考えます。だってじゃないと、また創生さんのこと泣かせちゃいそうだし。は？冗談です。反省してんのかね。じゃあ、俺ちょっと、ヨウさんと話あるんで。後悔はしてないけど反省してるって言ってたけど、その反省も怪しいんじゃないかって感じになってきたね。くそ。あいつ、後で絶対殴る。いいえ。
しばらくは加減してください。あれでも車に轢かれたばかりなので。そうね、脳とかに異常がないとは限らないからね。司さん、司さんは夏希に甘いんですよ。そうせいほどではありませんよ。いや、どこがですか。ほう、言っても構いませんか。まあ、どの道。陽さんは俺たちのように甘くはないと思いますが。陽さん、お疲れ様です。何、しばらく来なくていいって言ったはずだけど。はい、来るなって言われなかったので来ました。強心臓。俺は守るってどういうことか、まだ陽さんに答えられるほど考えがまとまってないんですけど、すぐまとまりそうないんで、考えながら仕事してもいいですか。ったく、バカ正直すぎるだろう。ええ、まったくもって同意見ですね。けれどあの素直さが希望でもあるのかもしれません。いいこと言うね。は、考え事の片手間にぬるい仕事されても迷惑。どっちにするか今決めろ。じゃあ仕事させてください。そう、上の空になってたら叩き出す。はい、つかさ。はい、そうだね。ましばことこの聴取、今から昨日の内容を引き継いで夏希と変われる。お、これ夏希くんがやりたいって言っていたんだよね。それは可能だと思います。夏希次第ですが。どうする。やるならやらせる。どうする。あの、やらせてください。わかった。じゃあつかさか創生、どっちかがフォロー入って、どっちも断るならつかさ、割合が大きめだね。あの、やります。でも、ただしダメだと思ったら俺が変わる。その判断を下す許可をください。うん、わかった。文句ないね夏希。ありがとうございます。ありません、ありがとうございます。創生さん、うるせえ。ヘラヘラすんな。はい、創生さん、よろしくお願いします。苦手だと思っていた夏希の真剣な目、これを真正面から受け止めるのはそういえば初めてだと思う。ああ、いつも何か気味悪かったのはどこ見てるか分かんなかったからか。こうやって向き合ってみればただの夏希だ。どうも、聴取を担当します菅野です。と、菅野夏希くんの汚名返上なるかといった場面ですが、今回はここまでにしておきましょう。荒削りながらも正義感が強く才能あふれる夏希くん、それを徐々に上司たちも認めていくことになるんだろうし、この若さと勢いに刺激される部分も出てくるんでしょうね。そのきっかけとなる部分が描かれていきそうです。捜査一課のメンバーはみんな不器用だけどみんな素直、個性派揃いの彼らがどうチームになっていくのか注目しつつ、今後も男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。